どうぞ。はい、朝日新聞の岩です。財務大臣や官房長官などを歴任された与謝野馨氏がお亡くなりになっているんですけれども、ご紹介など伺えますでしょうか。まあ、与謝野大臣は衆議院議員を10期にわたり務め、その間に文部大臣、通商産業大臣、自民党の政調会長、内閣特命担当大臣、財務大臣などを歴任をされて、長きにわたって日本の政治行政の分野で多大な貢献をなされた方であります。特に第一次安倍改造内閣においては官房長官を務められました。与謝野馨元大臣は国会や政府における大変長い経験の中で、極めて幅広い分野において政策に優れて精通されて、政界屈指の政策通とも言われました。特に経済と財政、金融分野いう分野の中では大変な活躍をされました。まあ、通信でご迷惑をお祈り申し上げたいと思います。はい、共同通信の中ですか、話題変わります。慰安婦をめぐる国連の拷問禁止委員会に関してお伺いします。日本政府が提出した反論文書では、日韓合意の見直し勧告がされる前に日本側には通報もなければ説明の機会もなかったとされています。で、自民党内でも一方的な主張に依拠した結論を出した委員会の在り方を踏まえて対策を取るべきという声が出ていますが、政府として今回のような事態の再発防止にどのように取り組むお考えでしょうか。制度改善を委員会や国連に求めていかれるんでしょうか。まず拷問委員会の全員に対して、本件最終報告に関する日本政府の意見を説明する書簡を発出をし、これを国連人権高等弁務官事務所のホームページに掲載をさせました。今後とも同委員会を含む人権関連の条約の関係者に対しては、機会を捉えて事実関係や日本政府の考え方を説明し、このことを一層強化していきたいというふうに思います。はい、関連でお伺いします。では、その今その英文の反論というのがその国連の弁務官事務所のホームページに載っているということなんですけれども、じゃあ今後その日本の主張というのをそのいろんな機会を捉えてということなんですけれども、例えばどういったところを念頭に置かれて、例えば、政府は拷問禁止委員会の全員宛てに、本件最終報告に関する日本政府の意見を説明する書簡を配出し、これを国連人権高等弁務官事務所のホームページに掲載させています。はい、日本テレビ柳沢です。学校法人加計学園の問題についてお伺いいたします。はい、民進党は今日党の会合で、去年の11月9日に獣医学部の新設が決まる前日に文部科学省内で、文科省としては現時点の構想では不十分だと考えていることを加計学園に早急に厳しく伝えるべきなどとやり取りしたとされるメールを示しました。政府としてこのメールについてどのように把握されていますか。また文科省や官邸からそういう指示というのがあったんでしょうか。そのようなメールについてですね、手元がわからないものについて政府としてコメントは差し控えたいと思いますし、官邸がそうした指示をする事実というのは全くないです。はい、関連で日本テレビ柳沢です。まだこうしたことについて民進党はですね、この事前に設置条件に合致するように助言するなど、計画への特別な配慮があったのではないかと指摘しますが、これはどのようにお考えでしょうか。全くありません。はい、テレビ朝日の関連です。関連学園の問題に関連して、前川文科事務次官がですね、週刊誌のインタビューで、先日差し示された文書についてですね、本物だという主張をなさっていますが、政府として改めてあの文書についてはですね、存在どういうふうにお考えですか。どういうことでどういったかというのは政府としては今承知していません。コメントは控えたいと思います。ただ、あの文書については政府としては趣旨も分からず、信憑性もない文書だということには変わりありません。改めてその文科省は、調査をしてですね、存在なかったということを結果出しているんですが、改めて前川現事務次官に事情を聞くなどして再調査する必要性について、前川さん何言ったかよく分かりませんけれども、文科省の調査ではないということになっていますから、それにつきます。はい、共同通信の小野塚です。話題があります。
午前中も伺ったんですけれども、防衛省の河野統幕長が憲法9条に自衛隊を明記する安倍首相の改憲案をありがたいと述べたことについてなんですけれども、野党からその公務員の憲法尊重擁護義務を踏みにじるという指摘をされたんですけれども、この指摘についてはいかがお考えでしょうか。先ほど申し上げましたけれども、統幕長の発言というのは会見において記者からの質問、それに対して高度に政治的な件について統幕長として答えることは適当ではないと明確にした上で、あくまで個人の見解として述べたものであると承知してまして、全く問題ないというふうに思います。一自衛官として申し上げるならというふうに河野さんはおっしゃっていて、個人的な意見として言うというふうにはおっしゃってないんですけれども、その首相の改憲案に賛意を示している発言になるんですが、公務員は政治的中立性を求められると思うんですけれども、今回のその発言というのは中立というふうに言えるんでしょうか。全くその通りじゃないですか。ありがたいと言ったことなんで問題になるんでしょう。はい、産経新聞の広瀬です。話題変わります。中国当局に拘束された法人男性6名について分かります。長官は22日の会見で、在外公館を通じて適切に支援を行っていると政府対応について説明されましたけれども、それ以降事態に何らかの進展はあったんでしょうか。まず拘束されている状況に変わりありません。いずれにしろ法人法の観点から在外公館等を通じて適切に支援を行っているところであります。はい、関連して産経新聞です。変わりはないということですけれども、この6人の釈放を聞くに向けて政府としては具体的にどのような図りかけをしているんでしょうか。まずあらゆるレベルから中国側に対して、厳正に申し入れを行っています。特に、この3点でありますけれども、中国当局が国家の安全に危害を加えるものとして法人を拘束する場合に、いかなる行為が規制されるのか必ずしも明らかでない、このことをまず懸念をしています。で、司法プロセスにおいて拘束された法人の権利が適切に守られ、公平公正に取り扱われること、さらに領事面会の実施等日中領事協定に基づいた対応が引き続き確保されること、日本政府としては法人法の観点から今後もこうした点を申し入れをしてですね、引き続き当該法人に対して在外公館等を通じて適切な支援を行っていきたいというふうに思います。よろしいですか。はい、テレビ朝日の川村です。今日ですね、自民党の、憲法改正推進会議がですね、憲法改正推進本部がですね、安倍総理 の、憲法改正発言を受けて体制を大幅に強化する発表しました。政府としてはこれによって憲法改正の議論というのは進むというふうに考えます。自民党は憲法改正というのは当然ありますから、党としていろんな議論をしていくというのは当然のことじゃないでしょうか。はい、ありがとうございました。
験の中で極めて幅広い分野において政策に優れて精通されて政界屈指の政策通とも言われました。特に経済と財政、金融分野いう分野の中では大変な活躍をされました。まあ、通信でご迷惑をお祈り申し上げたいと思います。はい、共同通信の中ですか、話題変わります。慰安婦をめぐる国連の拷問禁止委員会に関してお伺いします。日本政府が提出した反論文書では、日韓合意の見直し勧告がされる前に日本側には通報もなければ説明の機会もなく、内閣特命担当大臣、財務大臣などを歴任されて長きにわたって日本の政治行政の分野で多大な貢献をなされた方であります。特に第一次安倍改造内閣においては官房長官を務められました。与謝野薫元大臣は国会や政府における大変長い経緯があったとされています。で、自民党内でも一方的な主張に依拠した結論を出した委員会の在り方を踏まえて対策を取るべきという声が出ていますが、政府として今回のような事態の再発防止にどのように取り組むお考えでしょうか。制度改善を委員会や国連に求めていかれるんでしょうか。まず拷問委員会の全員に対して本件最終報告、どうぞ。はい、朝日新聞の岩です。財務大臣や官房長官などを歴任された与謝野薫氏がお亡くなりになっているんですけれども、ご所感など伺えますでしょうか。まあ、与謝野大臣は衆議院議員を10期にわたり務め、その間に文部大臣、通商産業大臣、自民党の政調会長